皆さんおはようございます。帽子をかぶると余計太ってるのが分かっちゃいますね。今からね、今歩いてきたんですけど、街頭演説朝からやろうかなと思います。なんか今日と明日は祝日みたいで人が少ないです。まあ非常に暑いですけど、まあね、一応落選中ということで、なんかビアンキじゃない、あれ、うわー、めちゃくちゃ暑い。これは向こうの方が日陰になるんだよね。まあいっか、よいしょ。じゃあここでね、今から少し街頭演説をやろうと思います。じゃあ一旦切りますね。ポン、皆さんおはようございます。杉本修一講演会です。無所属でね、政治活動をやっています。今日は連雀町に来ています。昨日うまくねちょっと話ができなかったんですけど、浜松市の教員採用試験と長野市のね教員採用試験は結構違ったんですよ。まあ浜松の方は何度か受けているんですが、社会人はまずは一般教科があって、でその次に、美術の専門教科の試験があって、で休憩を挟んで美術の実技の試験があって、で2日目の日曜日が面接する人が3人で受ける人が1人で1対3の個別の面接なんですよ。で長野の場合はまず初日は、適性検査、クレペリン検査みたいなのを3回ぐらいやって、なんか数字を足していくやつに、ね、1桁の時も。でその後なんか今度はあの文章に対してなんか数字を選んでいくテストがまたこれも1時間以上あったかな。なので長野の場合はね、適性検査だけで午前中が潰れちゃいました。で昼を挟んで美術の専門教科が60分あって、でその次が論文の試験がありました。論文の試験はね、浜松はあれなんですよね、何年か教員やっていた人が論文試験を選べるんですよ。あの学科試験をやめる代わりに。長野の場合はね違うんですね。でまあじゃあ内容は、浜松の方はね、5教科のやつはまあいいや、美術の専門教科の場合は、まあ、普通の問題があって、で最後の方にまあこれぐらいのマスにさ、なんかデザインをしろとか、でもうちょっと広いところに絵手のなんかをデッサンしろとか、それで60分ぐらいかな。で結構長野より浜松の方があの選ぶ問題が多いので、まあありがたいですよね。で面接はまあ3人の教員がいろんな、まあなんで教員目指したのかとかさ、なんか影響を受けた人間がいるのかとか、教員になったらどんなことをね子どもたちに伝えていきたいのかとか、まあそういった質問なんですよ。で長野はねやっぱ全然違いましたね。まず学科試験はないです。学科試験がない割に社会人は論文試験で、論文は子どもたちの自主的に学ぶことについての論文だったかな。自分の経験を踏まえて書けと。で日曜日のね集団面接は中学1年生の、地域学習で、これも子どもたちがね自主的にやっていくためにはどういうふうなことをねすればいいか話し合いなさいと、で結論を出せと、でそれに対して、まあ、1分考えろということで、で1分後に1人1分ぐらいでコメントしていくんですよ。でその後は、みんなでじゃあ話をまとめて結論を出してくれと、でみんなの、 あの面接官3人の前で議論するんですよね。でその後に、面接官一人一人質問、全員に質問して、終わりました。だから
大前健一さんの言ってるそのもっとね考える教育に力を入れた方がいいっていう内容ですね。浜松でこういった話を聞いたことがないので、そこはすごい印象に残ってますね。で本当に学校の施設も浜松よりもしっかりしてましたよ。技術の学科試験あった教室はもうエアコンがあって、で面接やってるところはエアコンはなかったんだけど、天井にこうぐるぐる稼働する可動式の扇風機が6個か8個くらいついてましたね。でちゃんと回って動いてたし、で生徒の使うトイレにもエアコンがついていて、で手を洗うところもセンサー式の蛇口でね、手をかざせば水が出るやつでね、学校で あそこまでのものは浜松では見たことないですね。まあ、いくつかの小学校、中学校、高等学校で勤務したんですよ、あの浜松市内の。大体なんか昭和のトイレですよね。タイル張りで、和式、なんか便座で、なんか便所のスリッパがあって。だけど便所のスリッパもなくて、あのフラットな床だったしね、バリアフリーだったしね。で、なんか壁紙もなんかデパートみたいな壁紙で、めちゃくちゃ綺麗なトイレでしたね。びっくりしました。でしかも子供たちにはもう税金で iPad を配ってるみたいです、一人一枚。まあびっくりしましたね。まあ、美術の教員採取験はこんな感じでした。で、まあ、今からねあの街頭演説をしていこうかなと思いますが、今日と明日はなんか日本はね、祝日みたいで、まあぬるま湯公務員も、まあ、全然来ていないし、まあ、聞いてたとしても多分あの休日手当が欲しい人だと思いますが、まあ、子供たちもね、まあ、普段の10分の1ぐらいしか通らないですね。まあ、そんな状況ですが、ちょっとね、街頭演説の方をやっていこうかなと思います。で始めましょうか。レッツドゥディス。皆さんおはようございます。こちらは杉本修一講演会です。無所属で、政治活動をもともと学校の、ね、教育の仕事をしていましたので、杉本修一講演会としては公務員の本当の姿とか本当の、利権特権をちゃんと子どもたちに、教えた。自分の経験からすると昔の教育のやり方を死守しているような感じがします。子どもの個性を潰すようなところがありますので、せめて子どもの個性を潰さないような教育に改革をしていきたいなと思いますね。まあ、学校の教員も公務員ですから、どうしても学校の仕組みというのは公務員試験の違いを、ちょっと喋ってみました。まあ、これはね、そこら辺をカットしないように、アップをしたいと思います。教員採取試験の違いパート2ということで、今日アップしますね。よろしくお願いします。ではね、今日も一日、頑張っていきましょう。ありがとうございました。お疲れ様でした。オーライガイス、サンキューフォーウォッチング、スマッシュライクボトムズ&サブスクライブ、ステイチューン、シーユーツモロー、ヤラ、ヨーロ、バーイ。